韓国ドラマ界を担うエンギドル、現在の韓ドラブームには欠かせない存在となっています。そこで今回はその中でも見逃せない素敵なエンギドルさんたちをご紹介したいと思います。オーディションから選ばれた9人組のグループ SF9 のメンバーで、リードボーカルを担当するロウンさん、その完璧なビジュアルやスタイルのみならず演技のうまさも持ち合わせ、俳優としても活躍されています。そんなロウンさんのブレイクのきっかけとなった作品は2018年のドラマ輝く星のターミナルで、主人公の癒し的存在の男友達役を熱演し、その切ない役柄で多くの視聴者を魅了しました。その後2019年にはドラマ偶然見つけた春で主演を務め、 MBC 演技大賞で新人男優賞を受賞し、2021年にはレンボで主役のジウン役を演じ、共演者のパクグンビンさんと共にベストカップル賞を受賞。そして2022年には日本で初となるソロファンミーティングが開催され、チケット先行受付では申し込みが殺到し、チケットを入手できない人が続出するなど、そんな素敵な話題の尽きないロウンさんは、これからも注目したいエンギドルですね。世界レベルに美しいビジュアルと、その低音ボイスでファンを魅了し続けるテヒョンさん。2013年に7人目の BTS メンバーとしてデビューし、秘密兵器としてその存在を隠されていたため、最後に公開されたメンバーとして話題になりました。そんなテヒョンさんは2016年に放送された時代劇ファランにハンソン役で出演し、俳優デビューを果たします。最高視聴率 13% を記録するほど人気となった本作の中で、初めて演技に挑戦したにもかかわらず、弟のように可愛がられる役柄で多くの視聴者を釘付けに。残念ながらテヒョンさんのドラマ出演はその1作品のみですので、これから他の作品に出演されることを願いつつ、今後も見逃せないエンギドルの一人として注目ですね。韓国でも日本でも人気の高いエクソのメインボーカルでありながら、俳優としても大活躍しているティオさん。その心地の良い低音ボイスの歌声や黒髪と大きな瞳が印象的で、多くのファンを魅了し続けています。そんなディオさんの代表作といえば、2018年の時代劇100日の老君様で、人気女優のナムジヒョンさんとの美男美女のコンビが話題となりました。2人の恋模様に胸キュンが止まらない本作の中で、記憶をなくした笑わないセジャ役の演技が素敵すぎると注目され、ディオとしてではなく俳優ドギョンスとしての注目度を一気に上げ話題に。2021年に兵役も終了しており、これからの俳優としての活動やアイドルとしての活躍が楽しみすぎますね。アイドルグループスーパージュニアのメンバーでありながら俳優としても活動し、その抜群の演技で多くのファンを魅了するシウォンさん。グループ内では最も端正なルックスと言われ、2014年の世界で最もハンサムな顔100人ではアジア人の中で2位に輝いています。そんなシウォンさんは2010年のドラマ「オーマイレディ」に出演し、人気絶頂の超イケメン俳優という自身とも重なる役で初主演を務め、アイドルでありながら完璧な演技を見せる演技ドルの先駆け的存在となり話題を集めました。その後も数々のドラマや映画で活躍し、2015年に公開された中国のアクション映画「ドラゴンブレード」ではあのジャッキー・チェンさんとの共演も果たすなど、アイドルとしてももちろん俳優としても着実に注目を集め続けるシウォンさんからは今後も目が離せません。アストロのメンバーとして2016年にデビューし、ドラマや映画などで俳優としても活躍されているチャグヌさん。素晴らしい容姿を持ち合わせる中、特に整ったその顔立ちは整形外科医も認めるほどの黄金比と言われており、海外でロケをすれば現地の外国人に囲まれたり、同業アイドルからもあまりの美しさで騒がれるといった数々の伝説を持ち、顔天才の異名を持っています。アイドルが本業ですが、まさに漫画から飛び出してきたような美男子のそのビジュアルを生かし、2018年のドラマ「私の ID はカンナム美人」では
完全無欠のイケメンを、2019年には新米士官クヘリョンで王子役を演じるなど、数々の作品を盛り上げヒットへと導きました。2020年には日本でも人気のウェブ漫画女神降臨がドラマ化され、完璧美男子スホ役を演じ、放送日にはツイッターでもトレンドに上がるなど、素敵な話題の尽きないうぬさん、これからも楽しみすぎるイケメン演技ドルですね。いかがでしたでしょうか。今回はイケメンすぎる見逃せない演技ドルさんたちをご紹介しました。まだまだ人気の高い方がたくさんいらっしゃいますので、これからもご紹介していきたいと思います。それからこの動画が良いと思った方は、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録の後、ベルのマークの通知をオンにしていただければ最新の動画も見れますので、そちらもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。